大阪市の中心部に来たんだけど、なんだか騒がしい音がするよ。どうなってるの？大丈夫？ってことで、それでは皆様今日もご安全に。仲良くしてもらってるイエモンチにステッカー作ってもらいました。見てこれ、ユニークな乗車姿勢。お会いできた方にステッカーの押し付けをしていこうと思います。こんにちは、ソルトです。今回は御堂筋のイルミネーションを撮影したいと思います。御堂筋とは梅田通称北と難波通称南を結ぶ大阪の大動脈です。で、6車線あって全てが南行きの一方通行になってます。御堂筋は大阪駅前から難波駅まで約4キロ38個の信号があるそうなんですけど、うまくいけば一度も信号に引っかからずにノンストップで走行できるということなので、合わせて検証してみたいと思います。ここでね、イレギュラーな事態が発生してしまいます。夜中1時頃に目標にしてちょっと出ていこうかなと思ってたら、行こうかなと、なんでか娘のねむたんが後ろに乗車することになりました。なんかね、11時過ぎぐらいに結局行くことになって、映りたくないからってなんか無言で存在を消してるんですけど、後ろに人が乗ってるとスタートダッシュとか明らかに遅くなんねんけど、大丈夫かな。まあね、うちら2人とも体重はリンゴ3つ分っていうことなんで、多分大丈夫やと思います。あ、こっからでいいんか。こっからで行こう。こっから行こう。よし、北詰め。淀屋橋。ごめん、間違えた。
ばいや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 ばい。おお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 フィードだからな。あら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 、ちょっと参加してこようかしら。あらあら、Mm-hmm.
親子で楽しむイルミネーションを撮るはずだったんですけどね、思ってたのとちゃう感じになってしまいました。この後リベンジした信号の映像もバッテリー切れて途中で落ちるし、信号のチャレンジは夏の夜ぐらいの方がいいんかな。
イルミネーションは15年後には御堂筋が完全歩行者天国になるそうで、シャンゼリゼ通り計画っていうのがあってね、もう完全にもうバイクとか入らなくなると思うので急ぎたいと思います。